ビル構成なんですけど。あ？朝ネギじゃなくてスキル構成なんです。あ、そうなんだ。なんだ。私、追加モンスター友達にやるぞって言われてるからいけれない。それは友達優先戦闘。いらんそう。やばそう。友達大事。3日ほど恨むけどな。長いな。あ？お？なんかいる、なんかいる、なんかいる。何、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 看板の後ろに。オッケー！捕まえるよ。もうみんな捕まえるよ。ビードル？捕まえる。だってビードル一匹も持ってないもん。普通の4000分の1で出たよ。うわー、まだつぼみかと思ったら、なになにどうした？ああ、知ってる知ってる。ああ。まあ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 。オッケーオッケー。全然いい。ビードル系はね、まだ一匹も捕まえてないから。あ、いいです。はい。あなたはそのままでいいです。ダメダメダメ。え、色若干違うんだ。3日恨まれるなら行きます。いや、いいよ。茶色から、黄色になってる。なんかちょっと茶色っぽいよね。ビードルって。茶色い。わかりづら。今、キラキラだけ見えたね、看板の後ろに。うん。はい、連鎖が途切れました。いやー、まだズボミ出んかったね、まだズボビ。まあ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 、いいでしょう。そう、ビールの色これだもんね。ちょっと色素が薄くなったんかな、うん、じゃあ、ニビシティに向かいまーす。やっと時はの森から出れるぞーい。って言っても戻ってくるけどな。花田シティに進んだらさ、当分ここ来れないじゃん。宮城手に入れるまでさ、来れないから。それまでにピカチュウをゲットしたいので、さて、やっと進んだおっちゃん。何してんのおっちゃん。あー、居合切りね。あ、そっか、名前変わってんだ。そういえば。あ、なんかいるじゃん、もう一人。森や洞窟しかいないポケモンも多い。いろんなポケモン取るなら、しつこく探し回ることだね。はーい。行きましょう。わあ、安心する、この BGM。安心する。やった。おい、何、相馬くん。何、相馬くん。ちょうどよかった。なんでちょっとイケメン風に読んでるの？言うな、この街にはポケモンジムが、ものすっごく強いジムリーダーと戦えるんだ。ジムリーダーは手強い。強くなりたいなら、挑戦しないとだぞ。あ？おー、EV も戦いたいんだな。だよな。よし、俺からの応援の気持ちだ。何くれんの？傷薬いらない。明日もポケモンゲットじゃーぞー。誰？ここまでに貯めた賞金でユーナの分も買っておいたんだぜ。ああ、ありがとう。私の方が多分ね、お金持ちだと思うんだ、でも。ジムリーダーに勝てれば一人前のトレーナーだぞ。あ、頑張れは言ってくれないんだ。頑張れは言ってくれなかった、ちょっと。お得な掲示板、手持ちのポケモンは戦わなくても経験値、そうなんだよな。とりあえず、てんてんてて天使に行こう。あ、なんかここあったなぁ。キャタピーいるわ。あ、虫除けスプレーでしょ、それ。やってるの。くりゃ。お、
何もくれないの。くれるじゃないの。わかる。え、わかんないってしたら、くれるんだったっけ。花壇に野菜のポケモンが入らないように虫除けスプレーでしょ。くれるわけじゃないの。え、くれなかったっけ。初代ってくれた気がする。甘えんな。マジ。やっぱ寄ってきてるじゃん。なんだよ、これ通ろうとしたら絶対通れないやつじゃんね。はい、強制連行でしたっけこれ。わお、瞬間移動。ピッピって、あ、そっか、次あれか、お月見山か。痛い。お月見山行っちゃったらね。あ、死んだよ。え、もう死んだの。八つ敵。うん、なんかこれお小遣いもらえたよね。一日一回お小遣いかなんかもらえたはず。はい。ニビ博物館に行きたいんだけど。そうそう。面倒見るんだ。いいよいいよ。何くれるんだったっけ。え、忘れちゃった。いや、ここの宿もめっちゃ可愛いよね。いやー、可愛いわ。この顔可愛いわ。ヤドンはぼんやりと正面を見つめている。ヤドンちゃんとのんびりした時間を過ごした。え、何くれるんだったっけ？なんか、覚えてないな。はい。おだちん？大きな真珠5000円ぐらいか。一日一回だけだよね。この人さ、一日一回博物館に行きたいの？こんな、一日一回行っても変わんねえだろ、絶対。何が変わるんだ？日替わりなんかあんのか？こんちゃー。こっちはダメだった。じゃあ、見学しようか、せっかくだしな。どうも。あ、プテラじゃん。かっこいい。いいな。うわ、なんだっけ、バズルギウスないや。そっか、どっか。カブトプス。あららら、どんまいどんまい。お、古代ポケモンカブトプスの化石。あ、うわ、プテラのプラモ、なんかプラモデルみたいな色してんな。すご。お月見山で発見されたさまざまな化石。ナイス。これ座れたっけ。え、あれ座れなかったっけ。あ、座れないか。ちゃん何やってんの。ありがたや、ありがたや。龍神様。龍神様って誰だったっけ。デクーザ。デクーザ。プテラだって。デクーザ。デクーザじゃなくて、プテラだって。デクーザ。このプテラめっちゃ、彩色いいな。いいな。さて、さて、今月は宇宙博覧会をやっています。おう、月替わりか、日替わりじゃないよな。さすがにな。お月見山に落下した物体、多分月の石。博物館で多分っていうことある？月の石、ね。そこら辺の石ころとどこが違うんだろう。これ初代から一緒やね。ここのコメントは。あ、そうな。そうだよ。一緒一緒。一緒のこと言ってる。宇宙の地図と書かれた 3D ホログラム。これは初代と違ったはず。こんなのがなかった。なになになに、誘拐？誘拐？ねえ。誘拐大丈夫？お父さん？おじちゃんの家にすっごい化石があるんだ。絶対惹かれないじゃん。誰が行くん？私ね、私ね、可愛いから EV 欲しい。あげないよ。なんだ？人の EV くれって言ってんのか。やだよ。お父さんに取ってきてねってお願いしてるの。おー、大丈夫か本当に。いや、そうだよ。なんで人のをねだるんだ。
やめろやめろ。隕石のかけら。なんかあんのこれ。顕微鏡を覗いたら綺麗な結晶が見えた。眠らせます。眠りました。やつかだき？やつかだき。おう。スペースシャトル。おいおい、やっちゃったん。宇宙の成り立ち。人類が初めて月に立ち、それから数十年。今度はさらに遠くの赤い星を目指していく。いる。シャーカー。一回眠らせまーす。はい。宇宙のニュースはいつだって足をワクワクさせてくれる。僕らの生まれてくるずっとずっと前にはもう。アポロ11号が月にいたっていうのに。ここだけだったか。で、反対側に確かまだあるんだよね、そこね。あれ？化石を復元してくれるのはこの裏なんだけど、確か、居合切り。そうだよな、やっぱりな。居合切りだよな。いけるの。フリちゃん。まあ、待って待って。え？バタフリーのさ、鳴き声の日本語、タリーなの？それタリーなの？本当に？タリーって言ってる今。ピーって聞こえるんだけど。いいなのこれ。ふーじゃないの。聞こえないんだよ。俺聞こえないんだよ。眠らせます。ふーがなんかタリーなんだ。ポケモンのど真ん中にボール当てると捕まえやすい。ああそうなんだよな。何回も逃げられてんだよな。それで技を覚える。うんうんうん。その辺は大丈夫です。おこれいいな。かわいい、ピッピのポスター。普通に家に欲しいわ。寝たよ、寝たよ。二回目？二回目。あれあれ。え？お、岩男じゃん。山男だわ。じゃあ。岩男ってなんやね。誰が一番火力高いかな。ミリシティは、名前？岩山のふもと。だから、ひんやりしてるな。ソマくん、石つぶての鳴き声来たよ。行きまーす。石つぶての鳴き声来たよ。石つぶて？うん。あ、めっちゃ似てる。今、同時に流したけど、めっちゃ似てる。ソマくん、マジ似てんな。もう2回目は出ねえよ。あ、ちょっと落ちたな。そりゃ落ちるって。いやー似てたな。思った以上に似てたな。君はもう博物館見学した？したした。50円払ってやったよ。お月見山で見つかった化石の展示。すごかった。ウェイ。ウェイ。チラシが貼ってある。最近お月見山で貴重なポケモンの化石を盗みまくるそのロケット団じゃん。ほう、絶対ロケット団じゃん。これだけか。こそ体験が良かったね、本当に。どうしたの？あの足元でゴロンゴロンしてる。足元でゴロニャしてるわ。集まったか。ウィッシュリスト。ウィッシュリスト。ん？インチキ臭いおじさんからなんだか変なポケモン。それ、コイキングじゃん、絶対。これ、コイキングな気がするなぁ。あ、やっぱりコイキングじゃん。500円のやつね。金のコイキングだったら買うんだけどなぁ。さすがに普通のコイキングだよなぁ、あいつなぁ。売ってくれるの。確率で金とか出るのかな？出んか、さすがに。あ、間違えた、間違えた。売りに来た。じゃれてきた。やば、カンストしてた、もったいな。マジか。よし、プケプケ行こうぜ、プケプケ。プケプケ？プケプケ、トカゲ。トカゲらしいから、あいつ。やっちまったー。もったいな。お、レナピオさんいらっしゃい。こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。
さっき最後の方だけ、最初の方と最後の方って、ちょうど終わりしなに来ちゃった。ご飯の前だったからね。さっさっせー。さっせー。よし、ジム行くぞみんな。とりあえず、ジム行くぞ。全部話しかけ終わったしな。じゃあ、霜降りそうくれるって。お、ソーマさん受け取ってって言ってるよ。ありがとう。懐かしい。めっちゃ観客席あるじゃん。おっす、ジムの挑戦者だな。俺はトレーナーじゃない。しかし、お前がジムリーダーに挑戦するにふさわしい。やつかどうかわかるぜ。早速だが、ニビジムではタイプの相性を知っているトレーナーじゃないと、入ることを認めない。そう。岩タイプのポケモンに有利なタイプはいくつかあるが、草タイプか水タイプ。いや、水タイプって捕まえれないの言うなよ、この時点で。おかしいだろう。よし。草タイプ。アイテムがいっぱいあるんだ。まだつぼみ。よし、そのポケモンなら合格だ。それでは進め。そして目指せ。ポケモンチャンピオン。あざーす。あざーす。いらないです。うわぁ、いらないっつったのに、遠慮はいらないぜって無理やり教えられる。怖い。はい、ありがとうございます。大丈夫です。いやー、ライバルすごいよね。絶対先手いくじゃん、あいつね。うん。見てる。イーブイと仲良くしてますか？あー、あんまり話しかけてない。言われてみれば。そういえば、なでなでしない。けど、レベルは結構上がったよ。レベルは結構上がった。今なんぼ ?35。イーブイのレベルが35。何が効くんだろうな。なんでもいいか。サビサビ。わお、一撃。一撃だって。ああ。いやー、これどうしよう。たけし相手にも一撃だったらどうしよう、私。EV ブリーチしないんですか ?EV ブリーチって何？まあ、出る時間があったら厳選だ、それな。いや、コメント欄の方が鬼畜だった、言ってること。やばいやばい。厳選しろって言われてる。撫でる暇あるんだったら、お前。確かにな。その時間があるぐらいだったらな。厳選した方がいいぜ。ああ、そういうこと？色違いね。EV の色違いをブリーチするって言うな。おー、久々だな。なんか服おしゃれだったな。そんなにおしゃれじゃなかっただろう、昔。来たな。俺はニビポケモンジムリーダーのたけし。俺の固い意志は俺のポケモンにも現れる。固くて我慢強い。そう、使うのは岩タイプばかりだ。すはは、負けると分かってで戦うか。こっちのセリフなんだよな。大丈夫か。ポケモントレーダーのサガだな。いいだろ、かかってこい。かかってこい。誰のセリフだっけこれ。フォックスや。あ、フォックスだ。そうそうそう。よく自信あるな、そんなに。たけしはやっぱそうだね。上半身裸だよね、たけしって言えば。なんか服着てんだよな。レベル11か。いけ、今一撃だ。頑張れ。うぃうぃイブイ。入れ替えない、入れ替えない、入れ替えない。一番強いんだ。ノーマルタイプ舐めんな。力こそパワーやぞ。はい、一撃。
そう、面白い。いや、面白いか面白くないかとかでもって、あの、ジムリーダー相手に一撃っていうのが面白いやん。つかぬことをお伺いしますが、それって面白いのでしょうか。いや、ジムリーダーですよ。はい。あんだけさ、よくぞ来たな、みたいな感じで言っとってよ。うん、一撃で倒されるポケモンたち、うん。それが面白いやん、その状況が。それ、ジムリーダーじゃなくて、ポケモン。俺に勝ったあらかじめポケモンリーグ校に、グレーバッジを授けよう。やったねー。ユナは、たけしからグレーバッジをもらった。グレーバッジがあれば、人からもらったポケモンでも、レベル20までなら、言うことを聞いてくれるぞ。あと、そうだ。これを君にあげよう。なんだっけ？あ、頭突き。いらん、いらん、いらん。そんなもん、いらない、いらない。力こそパワーだから。大丈夫、大丈夫。技マシン欲しいのは10万ボルトぐらいだわ。あ、なにこれ？自動セーブ？もしかして。え？この、左下何？あ、違うな。2P になってんのか。2P の、コントローラー振ったら、あ、そっか、参戦できるようか。初めて見た。私、今までさ、携帯モードでしかしなかったからさ、なにこのイーブイめっちゃ可愛くない？なの、孫悟空見てみて、これ。めっちゃ可愛くない？初めて見たんだけど。あー。そう？え、見たことある？ある。あるんだ。これピカチュウ？孫悟空のやつ。ピカチュウ。そうなんだ。知らんかったよ。ずっと見てられるんだけど、どうしよう。ちょっと今から30分くらい見とって。うん、多分視聴者が飽きるな。どうしよう。はーい。じゃあちょっと常盤の森戻ります？勝てちゃった。そうなんだよな。ワンパンで勝てちゃったんだよ。うん、誰？あ、グリーンじゃん。グリーン出てきゃっけ。え、どうして？あ、なんか覚えてるな、若干。リリ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 。はい。バトルする？捕まえまーす。グリーンってもしかして四天王の一人とかになってる？何これ？お疲れ様。スーパーボール5個。いらんな、さほど。あ、ポケモン図鑑？え、マジで地図に鉛筆で分布書き込んでたの？すっごいアナログじゃん。25年前にはもうあったぜ。言うても。ポケモン図鑑ちゃんと。めっちゃ表情豊かになってる。